その中ではじゃああのちょっと、まあ、話の気分を変えて、皆さんの中ゃ人生の中で流れが来たなとか、やばかったなとか、こうまずいかってことでここを耐えたなみたいな話ありますか <laughs> お花岡さん、お願いします。<laughs> うん また悪い時の話ですけど、やっぱり2008年の北京に行けなかったその前っていうのは、間に合ってもうまくいかない、ま,あ、まさに流れが悪かったかなと思いますね。で、やっぱその時は抗ってたんですよね、流れに。うん。で、悪循環だったなとは思うんで、うん。やっぱり人間って自然体で行った方が、 実力発揮できるのかなとは思うんですけどねその、まあ、最近こうなりたい自分とありたい自分ってどう違うんやろって結構ずっと考えてるんですけどうん、うん、やっぱりなりたい自分に目指すのが競技の勝敗なんだろうなって思うんですよねけどやっぱ競技って勝負事ってまあ 準備中にも失敗はたくさん起きるしで本番も負けたりするっていう、まあ、甘くないわけですけどもでもまあその中でやっぱり苦しいけどもなりたい自分に近づいていくっていうプロセスなんだと思うんですよね。でありたい自分ってやっぱりもうありのままの自分自身だとは思うので、まあ、そのま なりたい自分に向かっていってる途中にも自分自身のありたい姿みたいなのをつかめてるとなんかもうちょっと自然体で実力発揮できる方に転ばないかななんていうふうにちょっと思いましたね。あのなりたい自分ってなった時にそれはあくまで花岡信和としての 完全体みたいな感じなわけですよね。例えば、花岡さんがサッカーショーになったときに、じゃあ、メッシだって、メッシのプレーの顔が花岡さんになってるわけじゃないんですよね。なりたい自分の方ですかはい。なりたい自分は、まあ、どこまで行っても多分未完成なんだとは思うんですよね。うん。まあ、なので、ゴールも自分で決めなきゃいけないんだと思うんですよね。で、その、 メッシ、まあ、だか僕が野球 <laughs>、えー、サッカー少年じゃないからあれなんですけど、じゃあ柔道やったときに、じゃあメッシになりたいって思ってるうちは、なりたい自分なんだと思うんですよね。うんうん、メッシとの比較の中でサッカーをやるっていうのは、やっぱりなりたい自分なんだと思うんですけど、自分らしいサッカーとかを見つけたら、その瞬間から。 自分のものになるんだろうなとは思いますから。あ会いたい自分あ、なるほど、なるほどちょっと分かってきたかもしれませ、あ、ん。鼻からねその、アイデンティティの強い外国人の選手たちの強みっていうのは、多分そこなのかなっていうのは、ずいぶん前から思ってはいたりしたんですけど。 うんまあ、アイデンティティは日本語に訳すのが大変難しいぐらい日本人は多分アイデンティティがないんだろうなってずっと思ってますけど。日本人の特性としてはみんなで同じことを一つの、ねえー、指示に従ってやるのがすごく得意だったんですけどねこれまでは。でもそれじゃあやっぱりあの立ち行かなくなってきたこの現代で、まあ、また繰り返しになっちゃいますけど。 こうしっかりとしたアイデンティティを確立してる集団の慶応みたいなチームがやっぱ力を発揮できるのかなっていうやっぱり負けても自分は自分っていうところが崩れないと思うので,、うん、でさ,っきさっきちょっと何の話の時だったか思ってたんですけどやっぱりその、まあ、一概には言えないんですけどね あの慶応の子とかあと青学のねあの陸上部もそうなんですけど駅伝部もそうなんですけどあの子たちってやっぱりもともとそれなりの経済力のあるおうちの子たちだったりもしますしやっぱり育ちのいい子たちなんですよね。まあ、そこでこう生きるに困らないっていうのは非常に重要なんだろうなと思うんですよこれからの時代。<laughs> あの 昭和ってそうじゃなかったですから何クソ根性で上がっていって <laughs> もぎ取るっていうのが実際にあったしそれがよしとされてたようなところもあったのがもう、あのー、それは多分通用しないというか、まあ、もしかしたらあの本来のそのあるべき自分ありたい自分を求めるっていうところではなかったのかもしれないですよね。うーんか 最後までなんか虚像のままアスリートは生きることになってしまうような時代だったのかもしれないですしうんやっぱり自分らしさが先に来るのがもしかしたらこれからの、まあ、スポーツ界にもすごく重要なことでもあるし、まあ、そういった選手の方が結果を出していくっていうような時代に、まあ、入ってきてるんだろうなとは思うんですけどねまあそれをたまたまやっぱり海外って歴史とか文化の違いから、うん まあ、研究しなくても、あの議論しなくても、もともとそうだったっていうのがあるのかもしれないですから、うんそこをね、なんか日本人がチェンジしていくっていうのは、まあ、それなりの作業が必要なんだと思いますけど、やっぱり教育なんだろうなとも思いますから、まあ、そういう意味でもやっぱり幼児教育って重要なんだろうなとも思いますし、うんま流れ、<laughs> を作りたかったら幼児教育までさかのぼっちゃうとなかなか大変ですけど、けどそこをやらないと多分、まあ、その、何て言うんでしょう、これ言い方語弊ありますけど、あのお金持ちの子じゃなくても勝てるっていう,こうスポーツではなくなって、スポーツ界ではなくなってしまうと思うので、やそれは嫌ですよね。があの学力も体力もも体お金がなきゃ つけれないなっていう世の中はちょっとやっぱり嫌だなと思うのでそこはこう教育の方法っていうことなんだと思いますけどね。ほんとさっさとね一つのコマンドで動く集団を作ることをやめりゃいいんですけど <laughs> そうすると今の教,師教員じゃ大変だからね <laughs>。 <laughs> なんて最後は愚痴っぽくなっちゃいました。